大坪林駅は台湾に北新見世区にある台北都市運松山新見世線と環状線の駅。駅番号は松山新見世線が G04、環状線が Y07。本校では廃止された台湾鉄路管理局新見世線の同名駅についてもこの項目で記述する。駅は北新寺と民権土口の地下にあり、緑線の駅は北新寺の下、 また計画中の温泉の駅は民間路の,の下に設置される予定である。住所は、新北新三瀬区北新路3段195。駅名は、所在地の名称及び、旧駅名である、大坪林から命名されたものであるが、早運建設当初の仮称は、高陵里駅であった。新三瀬線は、地下2階に、ホーム、地下1階に改札がある。 島式ホーム一面二線を有する地下駅で、ホーム上に可動式ホーム柵が設置されている。ホーム中央は吹き抜けとなっている。環状線は地下4階に島式ホーム一面二線が設けられ、フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。ホーム以外に設定される、駅空間のテーマカラーは、上司滑水、緑地た生活で、ホーム天井には付近を流れる流行をモチーフにした。 パブリックアートが設置されている。出口1は駅の西側、出口には駅の南端、出口3.4は駅の北端にある。障害者用エレベーターは出口3に設置。出口3.4と連合開発ビルは直結している。駅付近には、北新寺に、都市運大坪林駅、大坪林、及び民権路に、民権路口などのバス停があり。 多くのバスが経由する。ありがとうございます。